いでませうどん県のうどん屋さん、イエーイ、ペコペコペコ、やってまいりました。香川といえばさぬきうどん、今週も香川県の美味しいうどん屋さんを紹介していきます。今回は一体どんなおうどんをいただけるんでしょうか。今日はですね、春頃にリスナーのラジオネームサンキューさんからの推薦があった、高松市円座町の上野製麺所さんにやってきました。なんとついにリスナーさんからの推薦が来るようになったんですね、はい、そうなんですよ、でもさ、こうやってピックアップするとさ、ちょっとファンの方も送ろうってなるよね。なりますよね。もうこれだけたくさんの屋さんが、ね、あるから、その中からリスナーさんが私たちにここをおすすめしたいっていう気持ちがね、嬉しい。ちなみにその時のメールはあるんでしょうか、高田さん。ありますよ。よーい、いいね。さあ、せっかくなので、ね、はい、読み返したいと思います。お願いします。香川県にお住まいのラジオネームサンキューさんから、サンキュー。これからの暖かくなる季節、おすすめのうどん屋さんを紹介したいです。それは高松市円座町にある上野製麺所さんです。これからの季節にはなぜおすすめかというと、冷たい醤油うどんが絶品なんです。醤油うどん、少し太めの張りとツヤがある麺と、琴平の老舗醸造所で作られている醤油が見事なまでに合います、この醤油、上野さんでは普通にテーブルの上に置かれているんですよ。お二人に決して特別ではない特別な醤油と抜群に合うとうどんと堪能してほしいです。二人の感想も聞きたいので、ぜひ行ってみてくださいね、というお便りをね、送っていただいておりました。サンキュー。いやでもさ、ちょっとまあ季節が変わっちゃったけどね、そこはごめんなさいなんだけど、でももうすぐ秋じゃない、てかもう秋か、もう秋ですよ。秋は秋なりに美味しいものがあるから ね、いいのがね、あると思います。楽しみ。じゃあ早速お店に入りましょう。ゴー。お邪魔します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あー、いい香り。なんだこの、すごいね、なんか落ち着く香り。古民家みたいなね。そうだね、なんか歴史あるね。もうすごい、カウンター席にテーブルに座席もありますね。木で作られてる。あ、テーブルも木で。ね、美味しそうな木でできてますね。あ、ちょっと待って、お、大将が。大将だ。大将、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大将の上野さんです。今日はよろしくお願いします。だから上野製麺所。はい、さようです。すごい。大将、今日はですね、あのジョンラジのリスナーさんから上野製麺所さんにぜひ行ってほしいって私たち教えていただいて今日来たんですけども、もう大変ありがたいことです。嬉しい、ありがとうございます。すごい楽しみに来たんですけども、大将もともと銀行員だったらしいですね。そうなの。運営さんじゃなかったみたいな、まあ、はい、ちょっと間違って入っちゃってえ、それは何年就職のミスマッチ前のお話ですか。それはだけ、30年ぐらい前ですか。ぐらい前。そこからどうしてうどん屋さんになろうってなったんですか。それは、まあ、きっかけは、まず銀行の同僚の友達が、さぬきうどんの素晴らしさをちょっと教えていただいて、そして2番目に大学の同級生が、私にうどん作ってやるけん来いって言うから行って、食べたらすごい美味しくて、もう実際私も自分でやってみようと思い、そこからもう趣味で始めました。家族とか友達とか、銀行の独身寮なんかでも作ったりして食べてもらって、みんな喜んでくれるから、まあ、そっちがいいかなと思ってこちらの方に転身しました。なるほど。じゃあその友達のおかげで出会ったってことですよね。銀行員を辞めて香川県の職業学校に通われてた。そうですね。清水屋さんと白川さんの大将とは、その時の同期生というか同級生。そうですね、思い出してみると、その時7名、開業して、そのうち今残っとんがその白川さんと清水さんと私になります。すごい、まさかの白川さん。その時の3人の思い出とかあったりするんですか。聞きたい。どんな青春時代を過ごしたんだろう、ね、青春時代いうか、まあやっぱりお互い開業に向けて熱意が強い方やいうのは、感じてましたので、まあ、そういう面でね、
続けてこられたような、うん、そうですね、はい、こんなに、ね、素晴らしい、うん、素晴らしい人このわけにたくさんあったらね、うん、すごいですよね、うん、すごい共通点だね、嬉しい、なんかびっくりしちゃった、なんか嬉しい、なんか知り合いみたいな感じで、うん、ね、嬉しいですけども縁を感じるね、うん、その上野さんの銀行員を辞めてまでこのうどん屋さんを始めた、そのうどんのこだわりっていうものがなんかあったりしないんですかね、こだわりはもうその銀行員時代に達成できなかった、もう仕事を通して人に喜んでいただきたいというか、そういうこだわりがあるんですけど、新聞記事で、あの岡山に林原っていう会社が、大きい会社があるんですけど、そこの社長が、ダライラマ14世っていう人に、その人に必要な修行とはと質問したら、そのダライラマ14世が、自分が好きなことを一生懸命することによって人が喜ぶようなことをしなさい、それが修行やというふうなお話をされたのに、まあ、感銘を受けて、未だにまあその気持ちで、はい、あのうどんを作っております、はい、なんかもう話聞いてたら食べたくなっちゃいました、ね、うどんを、すごい大将の人柄のやつ、ね、良さが伝わってくる、いやいや、出てるんですけども、ね、あのリスナーさんがですね、はい、醤油にもこだわりがあるお店だってね、あの言ってたんですけども、醤油うどん、そうですね、ね、醤油うどんは、うん、主に万能とか琴平あたりのうどん屋さんが醤油うどんで使っておられる、丸尾醤油さんの濃い口のだし醤油、うん、それを私も実際食べて、それがいいと思ってそれ使ってます、はい、もうほぼ有名店そこを使ってます、そうなんですね、はい、谷川米国店とかね、山内さんとか、うん、はい、すごいの食べたくなっちゃった、食べたくなっちゃった、でもなんかリスナーさんから聞くと、うん、冷や醤油、あ、そうなんですね、だったんですけど、うん、はい、これからの季節にぴったりなおうどんはありますか、これからはもうその、はい、気温がね低くなってきたら、はい、私のもうしっぽくうどんっていうのが、最高、大好き、しっぽくうどん、はい、もうぜひ、まあ、他店と比べていただいて、うん、まあ、まずはやっぱね、私どもの一口でも味わっていただきたいという気持ち、ぴったりですもん、ちょっと早速食べません、お腹空きました、ね、食べますか、じゃあ、はい、その、ね、はい、大将がねこれからの季節をおすすめするしっぽくうどん と、うん、リスナーさんがおすすめしてたのが冷やし醤油うどん、うん、じゃあ2ついただきますか、ね、はい、ぜひお願いします、天ぷらとかもあるから ね、美味しそう、楽しい、厨房の方に入って、はい、お作りします、舞茸とかあるよ、舞茸天丼もね有名らしいよ、チキンカツもある、なんだろう、さあうどんご用意いただきました、きた、私高畑は、醤油うどんの冷たいのと舞茸の天ぷらをいただきます、私谷はしっぽくうどんですね、とチキンカツ、大きいよ、でかチキンカツ、ね、顔よりでかいですよこれ、ね、お、いいね名言、でもちょっと美中がやばくない、やばいですよこれ、嬉しい、もうお腹ペコペコです、はい、いただきます、いただきます、わー、ね、しっぽくうどん私食べるの多分人生で2回目ぐらいになったんだけど、そうよ、ね、去年一昨年ぐらい食べたよね、そうだね、 どうやって食べればいいの、ボリュームすごいね、しっぽくうどん、ね、だってこれショーでしょ、うん、信じられない、じゃあちょっと私からいいですか、あー、やばいやばい、ちょっと熱くてね持ってないんだ、キャー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 、大根と一緒にいただきます、熱々だからね、ふふして、うん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 、麺が噛まなくてもいい、もっちもちしてるし、大根がホロホロしてて柔らかい、おいしそう、しっぽくあと優しい味する、一気にさ、体が温まる、いいですね、今からの季節ね、うん、これ最高、具はですね、人参に舞茸に、うん、私天かす入れて人参、うん、あと大根と、これなんだっけ、里芋かなですね、いっぱい入っとる、贅沢、美味しそう、ね、熱々、高畑先生は、はい、私はリスナーさんおすすめの醤油うどんですね、うん、冷たいの、うん、で、おすすめの醤油も、いいね、じゃあそしたらすだちもねトッピングされてるので一緒に、
ボリュームあるよね。もちもち、これでショーだもんね。確かにボリュームありますね。おいしい。わ、すごい麺が伸びる伸びる。しっかりしてますね、うん、しっかりしてるのにもちもちなの、うん、いただきます。どうぞ。うん、いい音。うん、美味しそう。うん、ほんとだ、もちもちですね。あ、しかもいい小麦の香りとこの醤油の香ばしさが相まってめちゃくちゃ美味しい。やっぱりさ、他の、うん、あの醤油と違いますか？違いますね、うん、すごいシンプルな食べ方なんですよ醤油うどんって。だし入ってなくて、はいはい、ただ麺の上に醤油をかけるだけだから、うん、より醤油のさ香ばしさだったりさ、うん、この麺の本来の小麦の香りとかもダイレクトに鼻通るから、めちゃくちゃね、両方の美味しさが分かるからおすすめの食べ方かも。麺がさツルツルしてるよね。うん、うんうん、あとね、私たちね天ぷらもありますから、うん、そうだ天ぷら、うわー、それ舞茸ですか？でっかい舞茸、見て、顔より大きいかな。めっちゃでかくないですか？しかも触っただけでわかる、これ絶対パリッパリのやつ、うん、いただきます。なんかザクザク、いいな。うわ、おいしい。なにこれ。だってさ、舞茸の天ぷらって珍しくないですか、うん、そもそも珍しいし、うん、初めて見たよ。だって天ぷらってさ、揚げたて以外はさ、うん、サクサクではないじゃん、どっちかというと、うん、なんかで、これすごいサクサク、びっくり。こんな、うん、サクサクじゃない、ザクザク、うん、音がすごいもん。うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。ボリューミーだしね。いいな、うん、美味しそう。やっぱいいね、うどんと天ぷらの組み合わせ最高。うん、ちょっと高田先生、はい、あ、前だけもいいんですけど、チキンカツ、え、うどん屋さんにチキンカツってあんまり見ないかもしれないですね。お肉ないかも、あんまり。香川県どうなってんの本当に、ね、しかもね、うわ、重っ、重っ、うわ、うぅ、いただきます。うん、うん、美味しそう。大優勝。うん、あのね、身が柔らかい。身が柔らかいし、すごいね、うん、食べやすい。美味しそう。うん、柔らかい。柔らかい、うん、しっぽくうどんと一緒に食べてね、うん、だからこれさ、白ご飯とも合うし、うどんとも合う。確かにおにぎりあったよ。え、いいんじゃない？おにぎりも食べれる。いいね、温かいしっぽくうどんに合うわ。でもね、幸せでございます。これは進みますね、今回もうどんと、うん、大将、めちゃくちゃ美味しいです、うん、ありがとうございます。最高ですね。最高です。天ぷらもサクサクでびっくりしました。ありがとうございます。大将緊張してる、ちょっと、はいはい、緊張してますか？え、かわいい大将。いや、でも本当に大将のお話聞いて、うどん食べて、大将の人柄のやつがこのうどんにもね、そう出てた、優しい味でした。そう言っていただけたら、はい、もう光栄至極でございます。嬉しい、ありがとうございました。今回私たちがお邪魔した上野製麺所さんは、高松市円座町、1円2円の円に座席の座と書いて円座と読みます。高松自動車道の高松西インターを降りてまっすぐ進むと江東川がありますので、川を渡ったところから川沿いに南に少し進むとあります。はい、営業時間は朝10時30分から午後2時までです。ただし玉がなくなり次第閉店になります。定休日は毎月第1土曜日と毎週日曜日です。さて次回はどんなうどん屋さんが飛び出すのか、お楽しみに。それではここで1曲お届けしましょう、はい、SKU48 でコスモスの記憶。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。